本日、2022年、表示されるかな。光の加減角度。2022年11月23日15時36分。まあ、ホームページ一番見てもらったらいろいろ、記載されているのでわかるかと思いますけども、まあ、こういうふうに雨降ったり、まあ、無理のない、大雨ではない。かといって、まあ、ほどほどの、水量がある。まあ、冬を迎えるにあたって、まあ、前準備ですね。ダムの水がある程度、あり。で、冬場はできるだけ雪降らさないようにと。雪降ったら降ったで、交通事故起きるでしょ。だから、その辺のところ、まあ、うまくコントロールできる部分は、ところで、まあ、うまくコントロールしてる状況ですね。で、ちょっとね、この映像だと分かりにくいかと思いますけども、雨降ってるんですけども、ちょっと空明るいでしょ。ちょっと空明るいでしょ。だからね、一応ね、雨降りながらでも、ちょろっとした太陽光発電も、実は発電ちょろっとぐらいはできるんですよ。そういう分、本当にあります。そこ理解してください。以上です。淡井圭介より。